はい、から万歳。今日のゲストはミュージシャンの池田聡さんです。さて、前半では東日本大震災のお話を伺いました。ボランティアで石巻の方に行かれてきたということで、そして、今年がデビュー25周年ということで、振り返ってどうですか？短いというお話でしたけれども。そうですね。いや、感覚としてはもうあっという間だっあっという間た。ですか。でも同時に、あんなことがあったな、こんなことがあった、こんな曲をレコーディングした、こんな失敗をした、こんなコンサートをした、こんな人と出会った、いろんなことを数えると、やっぱ25周年、25年間という月日が着実にあったんだなということを感じますね。ちょうど学生から社会人で、まあもう中年ですよね。一番でも脂の乗ってる25年、一番人生の中でも動けた25年だと思うんですよね。僕も25年間自分で振り返ってもすごい密度濃かったと思いますし、でもあっという間ですね、やっぱりね。そうです自分みたいな、ね。一般人でもい25年ってやあっという間だったなと思いますし。ー、まあ、もちろんあらゆる人に同じ時間というのは平等にね、過ぎているとは思うんですけど、なんかやっぱそれぞれの人生にそれぞれの物語があるっては思いますね。この年になって初めて、なんかそういうことを思うばかりというか、そういうことができるようになってきたかなという気はします。なんかやっぱり自分の人生の25年が結構重かったなと思うと同時に、やっぱ皆さんもそうなんだよなと。この僕らなんかちょうどバブルがこうガーッとあっそうですて、ね、崩そし壊もあって崩壊して、して今不景気になって、それこそ震災、今回も震災だけど、神戸の時の震災そうもであっすたりとか、いろんなね。ところで地震だとか災害事件、いろんなことがあって、なんかその度になんかみんなが傷ついたりとか、自分の実際の人生だけじゃなくて共通のね、何かを時代を見てたっていう意味では、それぞれの25年って実はもう一人一人すごい物語があるだろうなと思いますね。そうですね。さて、そんな25周年にふさわしい、リサイタルがございます。8月の6日土曜日、デビューがちょうど8月の5日ということですから、26年目の初日ってことになるんですそうですか？ね、新たな一歩目を、1本やっ目ぱりを。この25周年の記念リサイタルで始めようかなという。これが東京国際フォーラム C の方でございますけれども、このゲストが池田さんならではという方々ばかりなんですね。伊そうです勢ね。正三さん、澤田千佳子さん、中西圭三さん。はい。このご関係をもう一度ここでちょっと教えていただきたいんですが。そうですね。伊勢さんはもうやっぱり皆さんね、かぐや姫、風で風ですごね。くご存知だと思うんですけど、僕が小学校の終わりぐらいに、ギターをね、親にねだって買ってもらった時のきっかけというのが、まあ、ユーミン、陽水さん、風っていう感じですね。そうですね。やっぱもうまさにそうこのですね。辺の非常にやっぱ思い出深い方ではあるし、さらに特に僕は風っていうグループはすごく好きだっいや、たよのかったですで、だね。から僕も昔その憧れていた方と、そうやって仕事をさせていただくっていう喜びとかを本当に感じさせていただいたそうです方だし、出来上ね。がった作品も本当に未だに僕のファンからもすごく愛されている楽曲だし、そして澤田千佳子さんはほぼデビューが同じ頃で、であまりそれ澤田さんは言われたくないと思うんですけど、僕と同い年ああ、でそうですか。あ そしてなんかこう割と飲み友達としてね、結構そうよですく飲んでるか。人だったりしますし、そして中西圭三君は僕の大学の時の、同じサークルではないんですけど、音楽サークルのこういろんなつながりの中での、一つ下で、で、変な話ですけど、彼はもう就職が決まっていたんですよ。だけど僕のレコーディングに呼んだんです。後輩たち大勢30人ぐらい、そして大勢でわーっとこう歌うレコーディングをしたんですが、それを経験してしまって、もう就職辞めちゃったんです。大もう胆こんな。なレコーディングスタジオに初めて足を踏み入れて、レコーディングっていう作業をして、こんな素敵なやっぱり世界を僕は諦めることできないと、やっぱ音楽をやりたい。ただ別の僕の後輩から、池田さん、池田さんのせいだから何とかしてくれって電話かかってきて そうで すそれか。で、じゃあ
俺のツアーでコーラスでもやってみる、スタッフに紹介するからということで、まあスタッフに彼の声を歌声を聞かせたら、すぐにじゃあうちの事務所で契約しようっていうことになって、まあ、ワンツアー一緒に回って、でその後デビューしたと、そういう関係なの で、 そうですか。やっぱり僕の歴史をこう紐解くと、やっぱこの3人が一番密度濃いのかなという。そうですね、はい、でもこのリサイタル、このコンサートは最高ですね。これは池田さんだけでなく、この、ね、3人のゲストの方も含めて、もちろん懐かしい歌なんかも持ち歌も歌っていただけるんですか。それがその一緒にコラボレーションする曲をこの間ちょっと皆さんと打ち合わせをいろいろしてたんですが、もう練習もしてますか。はい、ところが、皆さんが思ってるような順当な曲だけじゃないですか。そうですね、これだろうと僕は思ってたんですけど、中にはこの曲っていうのを提案してくれる方もいまして、非常にちょっと意外な、とても意外なことに今なっておりまして、これ楽しみですね。あんまり言えませんけどね、ちょっと相当楽しみ。アレンジなんかもだいぶ変わっちゃったりもするんですかね。アレンジは、変えざるを得ないものもあるし、逆にこれは変えちゃダメだろうってものもあるし、まあいろいろですね。これはちょっと今試行錯誤楽しみ、ね、これは来てからの楽しみということでございまして、さて、はい、こんな素敵な25周年リサイタルのチケットがもうまだもう少しだけ、はい、残っておりますので、ね、ぜひこれプレイガードチケット、ローソンチケット、いろんなところでお買い求めいただけますので、はい、早くしないとこれ売り切れちゃいますので、ぜひよろしくお願いします。今日も申し込んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。25周年に向けて何かこう新曲とかオリジナルの新しい曲なんてのもあるんですか。それはね、実は考えたりしたんですけど、それよりもかえって僕は今回に限っては、しっかりともうやるべき曲をそうですね、節目ですからね、そちらにしようかなと。逆に昨年その末にこの今回の25周年リサイタルのために弾みをつけるために年末にやったコンサートがあるんですが、あの総月の総月ホール、はいはい、その時は逆に新曲を盛り込んだんですけど、でも なんか今回の25周年はその今まで来てくださってたりとかしてた方々とかへの、そして僕の割と近しいところにいてくれた方々、一緒に仕事とかをたくさんしてくれた方々に対する何か感謝の気持ちをなんか作るときに、新しい曲っていうアプローチもいいんですけど、今までのちゃんと自分がやるべきことを自分自身でも再確認しながらしっかりとしたものを出すっていう方に行こうかなと。まだ悩んでます。なるほど。ギリギリまでもがこうと思って、ぜひ皆様25周年リサイタル東京国際フォーラムで8月の6日行われます。チケットのお買い求めいただければと思います。そしてCD の方なんですけれども、昨年リリースされました花の種、愛の物語、大変素晴らしい曲です。こちらの方と、あと25周年の記念した池田聡プレミアムベストという、アルバムが現在定築レコードの方から発売されておりますので、ぜひこちらも一度聴いていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来週またいろいろなネット放送の話とか、はい、盛りだくさんでまた伺えればと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、毎週ご案内しておりますが、ハイカラトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。メールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。このインターネットテレビですけどね、約1ヶ月半ぐらいはずっと見れるんですが、その後も YouTube の方でアップして見れるようになってますんでね、ぜひ過去の池田さんの放送なんかもぜひ見ていただければと思います。池田さん、じゃあ来週また、はい、この続きをお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回は7月の終わりになりますね。7月の29日になります。被災地の皆様、本当に暑い夏で、大変だと思いますが、ぜひ皆さん頑張ってください。それでは次回7月の29日この番組でお会いいたしましょう。それではさようなら。
何気ない日々に生きている二人でした。木漏れ日のような笑顔の君を愛してました。そして今は一人残されて考えてる。君は僕と出会って生きて幸せだったのかと目を閉じた並木道に花びらの雨が降る。風の中君の言葉は音にならない。冬の日をじっと耐えて花の種は春を迎えた。小さな火種